皆さんこんにちは。スーパー百姓を目指してオランダで農業を勉強しています森田咲です。今日は高校の英語部に入ったことで私がどう変わったかを5つかな紹介します。何回も話したのですが、高2の時から私は先生に顧問の先生に誘われて英語部に入りました。カルタ部と兼部ですね。それで最初は英語部って聞いて、帰国子女の私にとって英語のレベルが低いんではないかとか、あまり楽しくないのではと思っていたのですが、入ってみたら全く違いました。まず一つ目は内容がただ英語を喋るだけではなくて、英語ディベート、アカデミックディベートという形で英語を使うということです。なのでその議論の準備をするためにいろいろなリサーチをします。本を読んだりウェブサイトを調べたり、専門家の話を聞いたり、それによって社会情勢に詳しくなりました。高2の時の議題がベーシックインカム、社会保障制度ですね。で、高3の時が移民制度でした。なのでそれに関する本を読み漁って、それで学年で図書館で借りた本の数が1位とかになって、毎回いつでも本をバッグの中に入れて、ですぐにメモも取れるように、なんだ、ポストイットも持ってという感じです。電車の中でも結構読んだりしていました。そのおかげで、今の私があるというか、相対的貧困や子ども食堂のことを知れたおかげで、農業がどのような役割を担えるのかなと考えたりということですもありました。2つ目にあった影響は、もちろん英語ですね。中3の夏に3年間のアメリカ滞在から帰ってきて、でその後英語をそれほど使わない、英語の授業以外は使わない状況だったのですが、英語部に入ったおかげでまた英語をたくさんしゃべる機会ができて、読む機会も書く機会もできて、それで今留学していて、そこの英語のレベル、必要なレベルにずっと保ち続けられたというか、むしろ上がったのではないかなとか思ったりもします。3つ目はチームワーク。アカデミックディベートは4人のチーム対4人のチームで行うので、役割分担とかがあって、コンストラクティブスピーカー、アタック、ディフェンス、サマリーってあるのですが、みんなが協力して最初の議論をやる人と相手の議論に対してアタックする人、自分たちの議論をアタックからディフェンスする人、最後にサマリーまとめる人、役割分担が必要で、もちろん自分の持ち時間は限られていて、なので人に任せること、あとはみんなの意見をまとめて、みんなが言ってきたことをまとめるとか、支え合う、あとは相手の議論に対してどのようなことを言ったらいいのか、アイデアを出し合うなどといったチームワークがすごい学びました。高2の時の全国大会、私の代が引退する時の全国大会で決勝戦というか、トーナメント戦まで進んだのですが、同じ埼玉県の学校に敗れてしまい、でもその一番最後の引退試合といえるような試合が一番チームワークができて、なんかすごい嬉しかった、心がスカーッとしたというか、っていうのを覚えています。4つ目は精神ですね。精神が鍛えられました。毎日ちょっとブラック部活のような感じで、特に大会前は遅くまで学校で作業していて、で本を読んだり議論を考える上で、その考え抜く力、やり抜く力、そしてこれは本当なのかどうかっていうのを突き詰める力がつきました。あとは大会前とか試合の前直前とかはすごいドキドキして、なんか怖いんですね特にディフェンスだったので、どんなアタックが来るかっていう、それを守らなきゃいけないっていうプレッシャーがあって、でもその試合を何回も積み重ねるうちに、怖さは消えなかったんですけれど、強くなったような気はします。そして最後5つ目が論理的思考です。もちろんアカデミックディベートなので、論理的に考えて議論を組み立てていって、相手の議論の間違いというか、何か弱いところを見つけて、そうつついていく、もしくは自分たちの弱いところをつつかれた時にどうカバーするかを考えるなどといった、とっても頭を使うものです。あとは文章を書く力もつきますよね。その論理的な思考に基づいて原稿を作る必要があるので、相手にどう伝えれば、特にジャッジ審判に伝わるように、相手にも伝わるように、どのように書けば伝わるのか、
そして制限時間があるので、その中でその短い限られた時間の中でどう伝えるかというようなことをとっても考えました。あとはディフェンスやアタック、まあ、サマリーもそうなのですが、相手の議論を聞いて、例えばアタックを聞いて自分たちの議論を守るために、その自分の持ち時間3分の中で何を言うかを、その前の確か1分か2分の準備時間で全部まとめなきゃいけないんですよね。なのですごい頭の回転が速くて、うん、まあそんな感じで論理的思考も身についたと思います、まあ、少しは、うん、ですね。ということで、まあ、英語部に入ったことでいろいろな力が身についたと思います。なので英語部に私を誘ってくれた英語部の顧問の先生にとても感謝しています。今の大学の留学でも英語力だけではなくて論理的思考や文章力などいろいろ役に立っていると思います。もし高校の部活もやっている人がいたら、まあ、英語部おすすめです。アカデミックディベートがあるところ、アカデミックディベートっていうので単体で探してもいいかなと思います。ということで皆さん、次回もまたお会いしましょう。